一番古者ですよ。はい、そんなエリートマンですね。エリートマン。ドラゴンボール出てきそうです。めちゃくちゃ弱そう。弟子って言われる。弟子。何も言わせたいの。また来ました、質問が。自分の希望のところになかなか土地がないと。どうやったらそのいい土地に巡り合えますかっていう質問が、まあ、どうやって土地を探したらいいですかついついやっぱ今もうネットがね主流になってるんで、まあ、福岡県で言えばフレンズとか、うんうんうん、アットホームとかで不動産サイトに、ね、スマホを入れたりですか、ねうんうん、ついついねあ土地ないねってなってるんですけどそれはないよって話です、うんでもね、だってあるってこと乗ってるからね乗ってるんですよだって向こうも売りたいために、うんね、あんまりこう見たことないでしょ不動産サイトまあ土地探すことがそうですね、僕らも1週間に1回は必ず見るんですけど情報の更新ってもうほとんどないほぼないですなんか常に最新情報が入ってるよみたいなイメージですよあーノーノーノーですねノーノーノー違うんです僕ら結構そのフレンズももちろん見てますけどたまに掘り出し物が出てきたりはするんですよねそうなんです僕らちょっと言い方ありですけど新鮮な情報っていうのは僕らから見るとあんまり載ってないのかなっていう感じです、やってくるのねもうじゃあどこから探すの、うん、不動産屋さんにもう行くしかないじゃないですか、うん、不動産屋さんに行くんでしょ違うんですよね違う飛び込みでバーンって来たお客さん来ましたねお客さんにここら辺の小学校人気例のところで土地ありますかめちゃくちゃ探してるんですけどそしたら不動産屋さんを聞くんですよ住宅の通ってます。はじめかさん決まってらっしゃいますね。いやまだ決まってないです。あら。今からです。ああじゃあもうフレンズにも載ってる情報しかこう情報提供されないっていうパターンがやっぱり多いですね。でもね不動産屋さんも売りたいんじゃないんですかでも。売りたいですよ。実はですね、ね知らないところでこうハウスメーカーと不動産さんのパイプっていうのがあるんですよ。だからこれがお客さんに。こう来ることってあんまりないんですよ不動産屋さんってやっぱりそうおっしゃったようにもう早く売りたい早く売りたいじゃないですかそしたらやっぱ実績があって早く売ってくれるところっていうのはやっぱりハウスメーカーなんですよね、うん、だってもうお客さん探さなくてもいるんですもん例えば3個のパイプがあるんであればそこに情報提供してあげたらあもうなくなりましたもう下手すれば表に出ることもなく淡々と進めそこめっちゃいい土地あるけどめっちゃ家建ってるやん全然しなかったっていう間にもう分譲地がなくなってるとかよくあるんですよねネットにも載ってないのにそうなんですよそういうこと売り地看板も出てないみたいなある程度出来上がったお客さんは不動産屋さんは嬉しいんですよね住宅会社決まってますかって言われてそうです決まってますならいいってことですか決まってますローンも通ってますそしたらもうあと買うだけなんですよね不動産屋さんもだけああじゃあいいですねもう最高じゃないですかみたいな感じでもローンもまだ取ってなくてハウスメーカーも決まってないですって言われたらあ時間がかかるなまだみたいな、うん、あそうなっちゃうんだ確かに、うん、なんでやはりこう余り物の土地が紹介されてしまうっていうああそんな感じなんですね、 ですねだけどやっぱり人気のエリアってものすごい誰もが欲しいんでやっぱ地場でやってるこうハウスメーカーっていうのはもう僕らもそうなんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ土地強いです不動産屋さんとのつながりもありますし、うんうん、あとあの測量士さんとかも今から分譲する情報とかをちょっとこうチラッと教えてくれたりとか、うん、今から分譲地になりますよとか、そういう情報を耳にして誰よりも早い情報が僕らに入ってきたりはするので、うん、そうなってくると住宅メーカーのエリアものすごい土地情報には強いかなと、うんまあ、もう一個付け加えて言うと、はいはい、最近もあったんですけどその土地の行政区長さんを見つけてで土地を売りたい方いらっしゃいませんか、うんうんうん、っていう話をしたらああそこにあるよ、売りたいってこの間言ったよみたいな、でまだ話が進んでない土地もあの生み出すことができるんで僕たち、すごい、すごい、それで今建築されてあるお客さんもいるんでじゃあもうお客さんここに住みたいっていう希望にも添えることができるかもしれない。そういうことです。可能性があるってことですね。もう行政区長さんまでなかなか話す人はいないと思うんで、僕らは結構その辺までやったりはするんで、行政区長さんもやっぱその区に人が来るって嫌なことじゃない。人が増えるっていうのはものすごいいいことなんで、ありがとうございます。そこまでやりますよっていう。さすがだ。
酸っぱいエリート店長やな。顔が真っ赤になって恥ずかしい。赤いって言われるとまた赤くなる。あ、なんだろうな。赤くにしないでくださいね。ぜひぜひご相談お待ちしております。はい、はい、以上、質問タイムでした。ありがとうございました。